レッドブルグローバルラリークロスは北米大陸で開催されていたラリークロス競技の選手権。略称は GRC。2015年 GRC デトロイト線飲料メーカーのレッドブルが主要スポンサーを務めるエクストリームスポーツの祭典 X ゲームにて2010年にラリークロス競技が開催された。これが好評であったためデモンストレーションレースが3回開催された後、 2011年に年間5戦のレースとして開幕した。2012年には X ゲームの一戦としても開催されたロサンゼルス戦で WRC 王者セバスチャン・ローブがスポット参戦優勝して欧州からも注目を集めた。2013年にはブラジルドイツ・スペインなど欧州でも開催され、これが FIA にワールド RX を創設させるきっかけとなった。 しかし2014年以降は再び北米のみの開催に戻っている。2013年にはカイクラスのライツ部門も創設されているが、競争の激化とフォルクスワーゲンの独走により2017年末に撤退が相次いだため、2018年にはスーパーカークラスにおける一メーカーの独走を防ぐため、ワンメーク車両で争われるカイのライツクラスをゴールドクラスへと発展させた。 合わせて2019年には EV 部門や GRC ヨーロッパを立ち上げることをアナウンスした。しかし2018年は開催の見通しが立たず、事実上の休止となっている。GRC 参戦チームの多くはワールドクスのプロモーターであるインターナショナルマネジメントグループが立ち上げたアメリカラリークロス選手権 ARX に移行した。2019年に GRC の主催団体は、ユーロスポーツの支援を受けて、タイタン RX インターナショナルヨーロッパシリーズを発足させ、成況させている。2017年までのマシンは、スーパーカー、ライツクラスともに、世界ラリークロス選手権と同様である。タイヤは2013年までは、クーパー、2014年2015年は、横浜、2016年以降は、 BF グッドリッチがそれぞれワンメイク供給していた。2019年からは1メーカーの独走を防ぐため、ライツクラスのワンメイク車両を各チームが改造する形になる。2014年ロサンゼルス戦2017年はフォード、スバル、フォルクスワーゲン、ホンダが参戦。過去には、ダッジ、シボレー、ヒュンダイ、シトロエン、サーブ、ミニ、プジョー車も参戦していた。 現在の WRC 同様、小回りの利く B セグメントハッチバックが猛威を振るっているため、C セグメント車を採用する日本車勢は目立った結果を残せていない。オルズバーグムズやフーニガンレーシングリビジョンといったラリー界で鳴らすチームのほか、チップガナッシュレーシング、アンドレッティオートスポーツ、ブライアンハータオートスポーツといったサーキットの名門チームも参戦している。ドライバーも、 元会一ドライバーのスコットスピードや、ネルソン・ピケ・ジュニア、元スノーボーダーのケン・ブロックやバッキー・ラ・セック、フリースタイルモトクロスのレジェンドのトラビス・パストラーナ、米トップ・ギアの司会者、タナ・ファウストなどバラエティに飛んでいる。またスポットだが、WRC 王者のセバスチャン・ローブや、マーカス・グロンホルム、PWRC 王者の荒井敏弘も参戦した。ありがとうございます。